はい、どうも、お疲れ様です。11月24日、朝6時の相場解説になります。まあ、現状認識をさらっとしてね、今日は CPI 待ちです。8時50分に始まって、だいたい10時ぐらいまで影響を及ぼすんじゃないかなと思いますんで、正確な今日の相場判断っていうのは、それからになりますね。とりあえず、冷やしの方を見ていきますと、冷やしは下落トレンドの方に転じております。で、今ね、下髭を出して、 果敢に上昇しようと思っているところなんで今後の展開を見ていきましょうで次4時間ですけども4時間も下落の方向から上昇に食い込もうとしているところで顔を出しましたねこっから上の方に向かう可能性が非常に強いですねえー、冷やしっていうのはあの下落トレンド中から上昇に向かおうとしてますけども4時間は上昇にちょっと顔を出した状態です それから1時間なんですが、1時間は上昇トレンドですね。ですんで、ここを破って上の方に行くかどうかっていうところで今行ってないんですけども、これが CPI でどのように動いていくかってことになります。さあ、それでは材料の検証していきますよ。材料は金曜日を見ていきます。はい、こちらです。8時30分か。8時50分じゃなくて8時半でした。CPI がありますんで、これによって、 今日がどうなるかってことなんですけども、大きく動くようなら、収束して、さらにそこからのブレイクを狙うか、反値戻しっていうのを目をつけて、えー、反転する場所をね、見ていくっていうのも一つの方法になると思います。まあ、いずれにしても今日は9時過ぎとか10時前後から新しい相場解説、そこで実際にエントリーのチャンスを探るってことになります。で以上でもう今日は材料ないですね。はい。えー、じゃあこんなところですね。はい。お疲れ様でした。